どうもです。親父のね、晩ご飯の時間です。今年初ですよ、うな丼。ご飯もうちょっと盛ればよかったな。うなぎがね、沈んじゃってるね。いや、美味しそう。照りが良くてさ、ただ単にレンチンするだけじゃなくて、日本酒をね、料理酒をちょっと振ってね、よく書いてあったりするんで、それでちょっとね、フライパンで焼いて、美味しそうですよ。生そばが出るな。あれだったの、七夕だったので、ね、777円よ。で、結構ね、まあ、見てもらうと分かると思うんですけど、結構ね、大きいのよ。こりゃ今年初のうなぎいっちゃおうと思ってさ、買っちゃった。親父買っちゃった。だいたいね、1年に1回食べるか食べないかぐらいだからさ、うなぎなんてさ。野菜ジュースで先に行きます。いただきますよ。ちょっと凍らせすぎたな。うわ、胃が冷える。これちょっと凍っちゃってるな、中。いただきます。山椒かけない派だったのね。40過ぎてからかな、山椒ちょっとかけるようになったの。いやー、いただきます。うん、おいしいよ。油乗ってて柔らかくて、うん、ご飯もね、千葉のタコ米、炊きたてでござる。うん、ちょっと皮目がね、パリッとしてるのよ、フライパンで焼いたんで。うん、うまいね。あー、うまい。うん、お味噌汁はね、これももうお袋飯と言ってもいいんではないでしょうか。大根の味噌汁、ちょっと大根大きいんですけど、急に食べたくなって。うん、ちょっと塩分控えめにいきたかったんで、味噌を少なめにして、かつお節、追いかつお節して、だし感アップでございます。あー、うまいな。うまい、ジングだな。うん、4人前ぐらい作った。大根がいっぱいあったんで、具がもうすごいよ。うまい。まあ、お袋飯というと、お味噌汁で言うとね、お味噌汁でも結構好きなのあるかもな。まあ、豚汁がやっぱり一番好きかな、お袋飯でいくと。あと大根でしょ。大根とね、あと卵入れたのも好きなのよね。あと、まあ、豆腐も好きだし、豆腐と油揚げのも好きだしね。うん、まあ、そんなにお味噌汁を好き好き言って大好きで飲んでたわけではないんだけど、なんか大人になって考えてみると、毎朝ね、毎朝毎晩お味噌汁ちゃんと出てたからさ。うん、うまい。たまに食うから余計うまい。ちょっとベタベタしてる。
米がいい、おいしい。そろそろ食べないといけないんだよ。ご飯をおかわりできる量だな、ちょっとパリッとしてね、皮目が。たまに食べるとより食べたくなるわ。キュウリのやつ、キュウリと追いキムチだっけ。うん、ニンニク、普通の白菜キムチも好きだけど、キュウリうめえな。キュウリ買ってきて、またこれにつけたいぐらいだわ、もやし。やっぱりうなぎうまいな。また明日食べたいぐらいだわ。今年の土用の丑は何日かな。あっか。うん、たくたて湯気見えるかな。山椒はそんなに感じないな、このぐらいだと。大根の味噌汁うめえ。味噌汁も熱いからな。常温で置いときたくないな。ふわふわ、ふわふわ、とろとろ。うん、些細な幸せ。
きゅうり買ってくよ。もうちょっと、あ、ここの方が山椒がいっぱいついてるな。ここに来ればわかるか。うん、卵のね、黄身を絡ましてもうまいんだよね、このこってりダレに。最後ということで、ごちそうさまでした。もう1年ぶりかな、うな丼食べました。七夕の日に777円、とても肉厚で、そしてね、脂も乗っててふわっととろっと、とても美味しいうなぎでした。ご視聴の方ありがとうございました。それではまた。うなぎさん、ごちそうさまでした。